もうちょい明るいかな。なんだこれ。あれそう音もする。今ちょっとね、あれで、なんていうか、ズームしてます。それごとちょっと動くとかあれだね、こういうのは面白い。足元にある絵の具が重しになるから、あんまりこう移動ちょっとこっちに来たりしたら、あとのものがあるから。はい、扇風機で後ろにダクトついてまして、ずっと空気入れてて、なんかこう立体的なライブメインが出てきて、すいません、あダンサーさん。そうだよね。ステージさ、一応クーラーつけるけどさ、多分その風影響するかな。あ、どうだと思いますよ。どうしたら楽しいかなと思って今考えてる。アセンダークになったら。コロコロするって。マヨネーズみたいなやつが、ケンテルが彫る
植物アレルギーゼロみたいな感じで、それね、あの手に肌にすごい優しいの。こっちは海面活性剤が入ってるからめちゃくちゃよく落ちるけど、まあ洗剤だからね。あんまり子供でアレルギー出たことはないんだけど、なんで年間こう5000人とかがこれで県立美術館で遊ばせたりとか、安心と信頼の絵の具。何て言うの？あ、これが、桜の工作用ポスター。で、工作ポスターから工作ポスターこれやってるんだ。うん、まあそうなんですか。あ、これですか。これも、720ml タイプがありまして、うん、でそれをちょっとあの水で10対1ぐらいで水で溶いたらこう伸びが良くなってあんまり取れない。フィンガーペインティング、手でやるんだったらあっちのペインティングがすごいおすすめです。あ、そうなの。ちなみにペインティングの共同製作絵の具は、うん、これも水で落とせるんだけどあんまり落ちなくて、まあ三角形ぐらいだから、これとこれが同じで、その洗剤の中に入ってて、ペインは落ちやすいですし、ペインについても飲み合いすれば、普通に乾いたら、かけたらポスターカラーっぽい、すごい確かに。本色には全然向いてなくて、混ぜれば混ぜるほどどんどんその灰色っぽい、お札がなくなっていくので、あ、いいですね。Cool.
BGM。 なんで？でも誰かが入れてるからじゃあ入れやすい。いやでもな。やったら多分ゴミ箱みたいなやつの方がええ。そうそうそう。ちょっと水たがわに。蓋にもってんの。ああ。蓋にしてくれる。あ、冷凍したの。どっちがいいかな。なんか。ない方がいいのかな。人工の方が、うん、あの発色は綺麗に見える、ねえ、うん、あと影入っちゃうので、ね、人の。あ、そうだよね、うちの影が入っちゃうね、うん、斜めから当てる。入ってみようか。こんな感じになります。ちょっと照明下げるね。あー、いや、うーん、前からかな。面白いけど。あれはあの転がし。転がし。どこだ。これ。下のやつ。これ。ああ。やばい。